タラスコンは、フランス南部の一地名。ローヌ川の右岸沿いに置かれた古代ローマの陣営に、起源する歴史ある町であり、現在は、プロヴァンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、ブーシュイコール・デュローヌ県アルル軍の将軍庁所在地となっている都市である。かつては、軍庁所在地であった。地名の由来ともなっている怪物タラスクの伝説と、ルネオーの白ことタラスコン城などで知られる。 フランス語名トレスコン。別表記として、トレスコンシュール、ローン、トレスコンなどあり、英語名も、正式名、別表記ともフランス語に準じる。別表記トレスコンシュールローンは、ローヌ川沿いのタラスコンを意味し、同名の別地名である、フランス南西部のタラスコンと区別する必要がある、場合に取られる、表現の一つである。ただし、本校のタラスコンはあくまでも、本家であり、 従って、地名として、トレスコン以外が用いられることは、通常的でない。トレスコンも同様で、所属地域である、ブーシュイコールドゥローヌの名を借りての説明表記であって、地名ではない。その他、蒸気のような形を取らず、平素な言葉による説明で済ませる場合もある。 アビニョンの南 23km、アルルの北 20km に位置し、ロール川を挟んだ対岸には、奥下に地域圏がある圏の小さな町ボーケールがある。タラスコンとボーケールは、地域圏も圏も異なるが、複数の橋で結ばれている。もっとも、流通面では、さながら一つの町のように機能している両者であるが、古くから土地と水理をめぐって、 争いが絶えなかった歴史的経緯から人的交流は極めて乏しい。参照元、1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降、 ins.e.e. 人食いの怪物を表した、紀元前の石像タラスクの原型と解釈され、ノーブのタラスクと呼ばれる、ラテーヌスリーキに属する遺物である。ノーブ湿度アビニョンヒブン博物館所蔵。信仰の力によって、怪物タラスクを手名付けた聖マルタタラスクの、祭りにおける怪物タラスクの出し物タラスクはこの町に、伝わる、伝説上の怪物で、 中世イタリアのヤコブスでウォラギネチョ、黄金伝説に紹介されている。それによれば、当時タラスクは、ローヌ川付近の森に生息していたという。かつての住ョは遠くオリエントのシリアにあったとし、海の巨海レビアタンと牛様の怪物をなくすとの間に生まれた竜であり、かつ、半獣半魚の合成獣とする。また、他の異なる、聖女伝によれば、毒息を吐く邪悪な竜の剣族で、 硬い甲羅、六本の熊爪の死、蛇状の王を備えている。時は、西暦四十八年、キリスト教布教のためにサントマリードラメールから、やってきた聖マルタは、当地にあるネルルク村を訪れた際、恐ろしい怪物タラスクの話を聞き、これを沈めるべく森に入った。そこで怪物と対峙した聖女は、しかし、臆することなく一心に祈りを唱え、 聖水を振りかけることでこれを抑え込むことに成功する。そうして、鎖につながれて、飼い犬のように聖女のもとにひれ伏した怪物を、しかし、長らく苦しめられ続け、家族を食われてきた村人たちは、許すことなく、石粒手で持って打ち殺した。今日、タラスコンでは、毎年6月の最終土曜日に、タラスクの祭りが開催されている。15世紀頃から始まったとされる。 この祭りでは、タラスクを模したハリコが、タラスケルと呼ばれる若者たちに惹かれて、会場を進んでいく。英雄タルタランの紛争をする市民1991年、フランス南西部はピレネ山麓の町、エスペラザにて、化石が発見された肉食恐竜に、この伝説の怪物にちなんだタラスコサウルスという学名が付けられた。タルタランは、小説家アルフォンス・ドーの三部作、 陽気なタルタラン、アルプスのタルタラン、ポールタラスコンに登場する、タラスコンを生まれ故郷とする架空の英雄で世界を股にかける冒険家である。タルタランのシリーズは19世紀を舞台にした物語であり、怪物タラスクとその祭りのことも話の中で語られている。そのような関係から、タラスクの祭りには英雄、タルタランに引き連れられる形で、 怪物タラスクが現れるのである。なお、1985年にはタルタランを記念した小さな博物館がオープンしている。聖ヨハネ門、コンダミヌ門、ジャルネーグ門、かつての死壁の名残である三つの門。聖ヨハネ門が聖門、聖マルタ教会、聖マルタが埋葬されていると伝えられている。建築様式は12世紀ロマネスクと14世紀ゴシックで二分されている。 地下の骨堂の由来は3世紀にまで遡る。タラス根城、川沿いにあり、現在のものは1401年に、安住公類二世が建造に着手したものである。建造は、長男類三世が引き継ぎ、次男ルネが1447年に完成させた。落成者の名を取り、この城はしばしば、ルネ王の城と呼ばれている。城は17世紀以降、 国有になる1932年まで軍用の牢獄に転用されていた町役場1648年築造。ありがとうございます。